はい、毎日学習会の林です。アンナです。よろしくお願いします。で早速やっていきましょう。はい、今日は、上智大学の総合人間科学部、社会福祉学科のカトリック高校特別入試、2018年の小論文の問題です。これ3つの問いがあって3つもあるんだって感じなんですけど、ちょっと読んでいきますね。格差社会ということを最近耳にします。日本のみならず、先進諸国で共通する問題となっています。第一に先進諸国に共通して格差社会がなぜ発生するのか、そのメカニズムを考え説明しなさい。第二に格差社会によってその社会の成員、過去国民はどのような意識を持つに至るか、社会への影響を述べなさい。第三にそのような格差社会に対して社会の取り組み、国の取り組み、社会保障、社会福祉の取り組みなどとしてどのようなことが行われ、また行われるべきか論じなさいっていうふうな問題です。でまあ、この話に関してなんですけど、まあ、ちょっと一つ一つ見ていくと、まあ、先進諸国に共通してなぜ格差社会が、発生するのか、これさ、カトスイか、カトスイのやつこれいけるわな、カトスイちょっとバカにしててごめんなさいね。バカにしてるね。バカにしてるわ。だってカトリック系の学校って偏差値40ぐらいの学校結構多いじゃん、全国で見てるとさ、かけるかって話なんだよね。かけたらいけるし、かけなかったらいけない。最近結構落ちてる人多いって聞くから、カトスイもさ、今まで結構スッていけたんだけど、だからちょっとね、ちょっとちゃんと勉強した方がいいですよ、マジで、本当には。で、第2が、格差社会によってその社会の成員がどのような意識を持つに至るか。なるほどね。第3が、そのような格差社会に対して、社会の取り組み、国の取り組み、社会保障、社会福祉の取り組みとしてどのようなことが行われるべきかっていう話なんですけども、まあ、ここの部分に関してっていうところで、まあ、一個ずつはちょっと見ていきましょう。で、まず、先進諸国でどうして格差社会が生まれるかって話なんだけどさ、こう、その、あれなんだよね、まあ、その企業が基本的にどんどん先進諸国ではさ、まあ、その利益拡大するためにいろいろやってくるんだけどさ、まあ、その利益を拡大していくために、まずその先進国の企業はまずやることは、その生産拠点の移転だよね。生産拠点をなるべく自分たちよりもその賃金が安い国に移転するんですよ。はい、なるとそれ社会のトップエリート層にとってはすごくいいわけ。だってその自分たちの給料とかも増えるからさ。けどさ、世の中の大半の人って言われた作業しかできないと思うんですよ。言われた作業しかできない人はそれでまず失業するよね。ってなると失業したらもう圧倒的にさ、それは賃金は低くなるよ、ね。っていうところがまず一つで、にもかかわらずはその上の方の人たちってのはその自分たちの資本を使って利益を稼いでるわけだからさ、やっぱりこう給料はいいわけじゃん、はい、ってなるとやっぱ格差高くなるよね、っていうのが、まあ、根本的な話としてはまずあるところですね。で、まあ、コストの大部分が人件費だから、まあ、人件費をその削減するためにリストラとか非正規雇用を増やすっていう形になるし、まあ、そうするとこう非正規社員が生まれてとかっていう話はあるっていうところだったりとかさ、やっぱいろいろ難しいよね、その辺ってさ。でまたその教育がそのスパイラルを生んでいくでしょ、はい、その教育もさ、普通にさ公立学校に通ってさ真面目に数学の課題やってればさ国立大学に行けますみたいな教育ができるんだけどさ、今違うじゃん、なんかやたらこう栄養入試が増えてさ、うちも栄養入試専門だからあんま一言言えないんだけどさ、だから俺が栄養入試の塾をやろうと思ったのは別に栄養入試で1人から100万取ろうと思ってやってるわけじゃなくて、あやっぱね栄養入試の塾は基本的に高すぎる値段が、一般入試の塾と比べてもはるかに高いし、かといって学校行って、その学校行ってるだけでじゃあ栄養入試行けるかって言ったら無理やもん。だから、それを考えると、やっぱり、じゃあ、とにかく、その、栄養入試でさ、こうやるって言ってもさ、お金がなかったりするとやっぱできないわけだから、まあ、なるべく安いんじゃなくてできるようにって考えたやったら、毎日学習かな。校舎借りない代わりに値段安くできるからさ。で、あとは YouTube でなるべくこうやって動画たくさん入る。まあ、あと、早慶上智に関しては、公開されてる限りの過去問の解説はもう全部やるぞってやったぞ。まあ今日から一通りもう全部あと6本で終わるんだけどさ。ああ、おめでとう。よかったね。なんかこう、早慶上智の AO の過去問が全部終わったっていう達成感半端ない。まあ、プラス SLC の小論文のやつももう今回ゴールデンウィークで終わったし、あとは、明日の、経済と文と本の一般入試、あと、看護と医学部のやつも一般入試の小論文全部終わらせるんだけど、それでもう小論文は一通り終わりで、あとは英語を、まあ、1年ぐらいかけて SLC とあと経済の文法、文法経済、慶応の文法経済のやつも全部英語は終わらせるし、一通り終わったら今度数学とかもやりたいなと思ってますけど、やっぱりね、こうなるべくこう教育機会が均等に与えられるような感じがしたよね、再三取りながら、っていうことをやっぱやっていきたいなっていうのはすごい思っていて、やっぱそれはさ、この
たくさんの人があってもいいと思う。頑張ってる人と頑張ってない人で収入が違うのは全然いいと思うんだけど、たださ、それってあくまでもさ、こう、なんて言うんだろう、辛い状況にある人がさ、フェアにさ、教育受けられる機会が提供されてこその話でさ、そうじゃないとやっぱ結構きついじゃん。そうですね。で、それがさ、ずっと固定化したらもう封建社会と同じでさ、で、その封建社会っていうのは、いずれこうやっぱさ、その、いわゆる下に続けられた人の不満が爆発してさ、やっぱうまくいかなくなっちゃう、はい、治安も良くなくなるし、だからやっぱり教育機会をね、どんな感じであってもちゃんと提供できるってことがすごい大事だと思うんで、はい、まあそこの部分をやっぱりやっていきたいなと思っていて、それがまあ非常に大事かなっていうふうには思っているところです。なのでやっぱりそういうふうに考えると、まあ別にさ、その非正規雇用とかっていうのは、まあそれはもう起きざるを得ない問題だ、それしゃあないんだけど、例えば非正規雇用の親を持っている子供だったとしても、ちゃんと這い上がれるような形で作っていかなきゃいけないなと思っていて、それはやっぱりこれからもやっていくし、まあ、これを通じてね、やっぱりちゃんとそういうことが頑張ればやっぱり誰でもなりたい自分になれるんだってことを伝えていければなとは思うんで、まあ、ちょっとそんな感じでやっててほしいなっていう感じはします。なので、まあ、本当にその格差社会に関してどういう意識を持つに至るかっていうと、やっぱりそうだよね、だからもう頑張ってもしゃあないですってことだよね。で、まあその、まあ社会とか国とか、まあ社会保障、社会福祉、まあ今は民間部門からの取り組みっていう話をしたんだけど、まあ、国とかがやるべきことも基本的に一緒です。韓国のその EBS っていうそのテレビ局があって、教育専門テレビ局があるんだけど、予備校の先生の授業を一日中流してるんです。あれすごい大事ですね。あれがあることで、やっぱりこうその予備校に行けない子でも、だから、なんて言うんだろう、こう、その教育の機会を得て、こう、逆転することができるわけでしょ。日本はやっぱそれがないからさ、でもスタートアップとかそういうのが出てきてからだいぶマシになりましたね。でもね、お金をね、かけれるかかけれないかっていう、その垣根っていうのも結構大きいんですよ。あ、その、ケース制裁をするしないっていうのは結構大きくって。1か0、0か1。そう、0か1。その、親にさ、その、ケース制裁してって言えない家の子とかさ、あと親が絶対拒否する家の子ってあるから、はい、やっぱり0か1かってすごく大きくって、だから俺は基本的にもやるとしたら全部0ですね、であとまあ個別指導でもし継続したい人、特化は無料なんだけど、個別指導で継続したい人に関しては親をいただくっていうような形でやっていってってところで、まあ、それがやっぱすごい大事だと思うから、そういうところをすごくやってるっていうような感じですね。はい、よろしくお願いします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。下の概要欄から LINE アットの方でお問い合わせいただけますので、ぜひお問い合わせください。無料相談、10日間無料体験、10日間無料添削も受けたまっております。ぜひお問い合わせいただければ幸いです。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。